どうもハッシーです。レッドビー専用水槽32日目、消化サイクルが完成しました。立ち上げから2週間、白濁が続いていまして、3週目に入ってようやく水が透明になり、1ヶ月目にアンモニアと亜硝酸が未検出になって消化サイクルが完成しました。予想通りではありますが長かったですね。流木には水カビが大量に発生しております。一部黒色のカビでしょうか、これが発生するのは珍しいです。後できれいに洗っておきます。ソイル上にはカビや珪藻類は目視できませんでした。早速水質を測定してみます。やはり硝酸が高濃度に検出されてます。測定レンジの上限である50ミリよりも色濃く出ましたので100ミリ程度あるかもしれません。その影響もあって pH が低めの数値になってますね。レッドビーの飼育において最重要なのがアンモニアおよび亜硝酸が絶対に検出されないことですが、次に重要なのが硝酸の濃度になります。硝酸が20ミリ以上でエビが死に始めます。いわゆるポツポツ死という現象です。なので15ミリ以下が必須条件となりますが、レッドビーの場合はさらにワンランク下げて10ミリ以下を推奨値とします。現在硝酸50ミリ以上と高すぎるため手っ取り早く全灌水で下げます。ギリギリまで水を抜いて水入れ終わりました。立ち上げ時は TDS2 の RO 水を入れてましたが、今回はミネラル調整した RO 水を入れました。もちろん温度合わせもしています。レシピはこのようになります。 GH の供給源として石を入れときました。右側の流木は少し浮力が残っていて完全に沈まなくて困ったもんです。続いて水草を入れていきます。松もアナカリス、かろうじて生き残っていたタヌキも、浮き草よりどり緑、栄養塩の吸収に優れた水草たちです。全灌水しましたので再度水質を測定してみます。硝酸が15ミリ、全灌水してもまだ少し残っているので水草や浮き草に硝酸を吸収してもらいます。水も透明だし早くレッドビーを入れたくなりますが、硝酸10ミリ以下になるまで待ちます。鉄は供給したはずですが検出されなかったので再度添加しておきました。この期間珪藻類を中心に結構苔まみれになるかもしれませんがぐっとこらえます。本日もご視聴ありがとうございました。続きが気になる方チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。